はい、こんにちは。パステル科学の辻啓太です。今回の動画では絵の収入化において一番大切なことをお話ししていきます。もちろんいろいろ大切なことはあるんですが、根本的に大切な部分についての話になります。それは何かというと継続です。多分多くの人は継続の重要性を知っていると思います。でもなかなかできないところでもありますので、絵の収入化においても継続はとても大切で、継続さえできれば絵の収入化は問題なくできると言っても過言ではないです。なのでこの動画では継続するための具体的な方法やマインドセットについてお伝えしようと思います。基本的な絵の収入化についてのお話ですが、それ以外の部分にも通ずる内容ですので最後までご視聴ください。それではよろしくお願いします。今回は継続に関してお話しするんですけど、絵の販売においては一番と言っていいほど重要ですね。その理由は単純で、継続さえできればほとんど全ての問題はクリアするからです。絵の販売において特に重要なのは2つです。1つは絵のクオリティ、もう1つは集客ですね。この2つが車の両輪という感じです。この2つが一定の水準に達すれば絵は収入化できるという感じです。でもどっちかが良くてもう一つがダメだと収入化はちょっと難しいですね。両方のレベルが重要です。でその2つ、絵のクオリティと集客ですけど、その2つが最初からできている人っていうのはほとんどいないです。その2つに関して絵が売れるレベルになるにはある程度の時間がかかります。人によっては半年かもしれませんし、3年か、5年以上かもしれないです。多少売れるようになってもさらに売り上げを伸ばして月に10万とか30万を売り上げるという感じにしようと思えばさらに時間はかかりますよね。そこで継続が重要になってくるって感じです。いきなり結果出るってことはまれなので、そこまできっちりちゃんと継続していけるかどうかっていうのが重要ですね。で絵のクオリティとか集客は、継続していけば向上します。絵のクオリティは伸びる時期とか、停滞する時期もあって不安定なところもあるんですけど、集客に関してはちゃんと続けていけばほぼ確実に伸びると思います。絵の収入化に関しては絵の質よりも集客力の方が、重要性が高いです。どちらかといえば、具体的な SNS でのフォロワー数の伸びや、ファンの獲得ですね。そこをコツコツ頑張れる人、ちゃんと継続できる人は、遅かれ早かれ自分の絵が売れるようになると思います。ということで継続していくための方法をお話ししていきます。まず知ってもらいたいのが、続けていくと必ず壁にぶつかります。うまくいかないことっていうのは出てきますね。初めから順調に伸び続ける人っていうのは、ほとんどいないです。で多くの人の成長曲線は大雑把にはこんな感じです。途中まではずっと停滞してるんですよね。で、ある地点を越えてから急に伸び始めます。このポイントっていうのが絵のクオリティとか SNS のフォロワー数とか、そういうものの総合点が、一定のレベルを超える地点ですよね。逆に言えば伸びていないときはどれかがまだ基準に達していないって感じですよね。どれが基準に達していないかっていうのを、検証する必要があります。でこのラインを超えて伸び始めると、ちゃんとしたビジネスになるって感じなんですけど、そこまで行くのは大変なんですよね。それを超えればあとは大したことはないです。とにかくそこの壁を越えるまでが重要ですね。ちなみにイメージとしてはこのラインが氷で下が湖っていう感じですかね。氷が張った湖って感じですね。で最初はもう下の湖にいるんですけど、その上の氷を突き破って地表に出るまでが大変って感じです。人によってはもともとの絵のスキルだとかビジネスの知識とか経験があることで、氷をすぐに突き破る人もいるんですけど、多くの人はそこまでに苦労します。一直線の右肩上がりをイメージしている人がいると、ちょっとつまずいてしまうでしょうね。順調にいくのかなと思ったら全然、頑張ってるんだけど、結果が出ない、停滞している時期っていうのは、最初どうして長く続くので、
まあでもまずそういうものだと知っていることが大切だと思います。知っていればある程度うまくいかない時でも耐えられますしね、冷静でいられます。今まだ水の中にいる時期なんだ、これはそう簡単には破れないんだという感じですね。まあ、結果が出てなくても、まあ、ちゃんと前には進んでるんだっていうふうに、まあ、思えるっていうのは大きいですね。うん、まあ不安はあるとは思うんですけど、まあでもそこはほとんどの人が通る道なんだということを知っておいてください。まあ、イメージとしては水の中っていうのは、まあ、下りのエスカレーターを登っているような感じです。下りのエスカレーターですね。普通のように上りじゃないですね。降りてきているエスカレーターです。なのでまあ普通のお店でやったら怒られます。下りのエスカレーターを登っていくとダメです。ただまあ水の中っていうのはちょっと下りのエスカレーターを登るような感じなので、だから階段は登ってるんだけど自分の立ち位置的にはあんまり変わらないんですよね。早く登れば少し高い位置になって、まあ、ゆっくり登ってると逆にちょっと下がっちゃう感じですよね。まあ、そんな感じで頑張っているんだけど結果としてはちょっと現れない段階ですね。でもそうやって頑張っていると、まあ、ある時氷が割れて地上に出られるんですよね。でそこからちゃんとした階段になります。ちゃんとやればちゃんと結果が出るという感じです。場所によっては上りのエスカレーターもあります。上りのエスカレーターに乗っているのでもうほとんど何もしなくても勝手に上に上がっていく感じです。まあ、これっていうのは、まあ、売れることによってさらに売れるようになる段階ですね。まあ、あるラーメン屋さんがあって、まあ、評判は結構いいんですけど、まあ、その評判が高まって、まあ行列ができるようになると。で、行列ができるようになることで、周りの人が、あのラーメン屋さんに行列ついてると。あのラーメン屋さん流行ってる。美味しいんだっていうのが伝わって、そうすることでさらにそのお店が流行るという、まあ、好循環ですよね。うん。売れることによって、さらに売れるようになるっていう。そういう好循環、まあ、それがまさに上りのエスカレーターに乗ってる感じですね。あと売れるようになると、まあ、どういう絵が売れるのかというのも分かってきます。まあ、僕の場合売れた絵の枚数は50枚ちょっとなんですけど、まあ、明らかに傾向って出てきます。こういう絵がまあ売れやすいっていうやつですね。これ結構大きいです。売り上げを上げようと思うなら、まあ、売れ線の絵をたくさん描けばいいんで、で商売のコツを言えば売れるものをもっと売れって感じです。稼ぐだけのことを考えればそんな感じですね。もう売れるものをどんどん売っていく。売れれば売れるほどショップの評判も良くなります。まあ、だから評判も良くなれば当然さらに売れるようになるし、まあ、どんどん好循環に入っていきます。まあ、そこまでいくとビジネスとしてはまあ成功だと思います。ただまあ打ち入りやすいミスとしてまああるのは、売れないものを頑張って売ろうとすることですね。売れない作品ってことはそこにはニーズがまあ少ないんですよね。あんま評判良くない。なので売れてない作品を何とかして売ろうとするよりも、とにかく売れてるものをどんどん売っていくと、そっちにエネルギーを使うって感じですね。うん、評判のいいものを売れれば店の評判も良くなるわけです、ね。まあ、そこがまあコツですけど、まあ、ちょっとビジネス的な話になりましたけどね。で、そのうまくいくまでの道のりっていうのが、まあ、本当コツコツなんですよね。そこをしっかり継続できるか、まあ、とにかく絵のクオリティを上げることと集客ですね。この2本を、まあ、地道に頑張る感じです。で、頑張っていくとある時にまあ、なんですかね、ブレイクスルーというか、まあ、氷を破ってどんどんうまくいく。って感じですね。でそこまでが我慢の段階です。まあみんなそこを通るんですよね。でその継続の鍵は2つです。1つは絵を描くことが大好きだということ、もう1つは環境整備です。まあ、この動画を見ている人のほとんどは、まあ、絵を描くのが好きだと思うんですけど、まあ、それがどれくらい好きかですね。で基準は挫折に負けないくらい好きかどうかかなと思っています。まあ例えばですけど、ある有名な画家に
お前才能ないよ、絵で稼ごうなんてやめた方がいいよって多分言われたとします。でもそれでもめげずに描き続けられるかって感じですね。まあそのぐらい絵が好きかどうか、まあ才能ないよなんて言われたらすごいショックですよね。まあでもそれに負けないぐらい、好きかどうか、そんなこと言われたってもう描かずにはいられないとか、そのぐらい好きかどうかっていうのはすごく大きいですね。さっきも言いましたけど、まあ、絵をビジネスとして考えるとうまくいかないことっていうのは、まあ、必ずあるんですよね、人によっては絵を描くのをやめたくなることの挫折もあるかもしれません。もういいです、もうやめたみたいな、あるかもしれないです。まあ、全然うまくいかなくて、もう描いた絵も自分でも全然納得いかないみたいなことは、まあ、続いたり、まああると思うんですけど、まあ、それでも諦めずに、まあ、一晩か二晩寝れば気を取り直してまた情熱持って取り組めるかどうか、描かずにはいられない、やっぱり好きな絵稼ぎたい、諦めきれないって思える人ですね。まあ、それぐらい好きなら全然問題ないと思います。で、世の中で大成功している人の特徴っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとした成功じゃなくて、もう本当に大成功している人たちの特徴ですね。それは何かというと、挫折に負けなかったということなんですよね。挫折がなかったじゃないんですよね。もう何もかもうまくいって、ほとんど挫折なく成功していったじゃなくて、まあ、それこそもう挫折も何回もある、もう失敗何回もあるってのは普通ですね。でもその失敗にめげない、失敗したとしてもまた情熱持って仕事を続けられた人、そういう人が大成功してるんですよね。まあ例えば、まあアップルの創業者のスティーブ・ジョブズなんかも、まあすごい挫折を経験してるんですよね。まああの人はまあアップルっていう会社を作って、まあそれでまあ大成功したんですよね。なんだけど、その自分が作った会社をクビになったんですよね。なかなかいない自分の会社、自分が作った会社をクビになる人っていう、まあなかなかいない、まあだからすごい大きな挫折やったみたいですけどね。もうショックで、もう何ヶ月も何もできないかったぐらいショック、でもスティーブ・ジョブズは、まあ、それ負けなかったんですよね。それ負けずに他の会社を作って、まあ、それで成功して、それでまたアップルに戻ったんですよね。でそこからまあ iPod だったり iPhone なんか作って、まあ、その時アップル低迷してたんですけど、そのアップルを復活させたわけですよね。でそれってのは、まあ、好きだからなんですよね。好きなことをやってるから挫折して負けなかったんですよね。なので、まあ、スティーブ・ジョブズの、スタンフォード大の卒業スピーチ、まあ、すごい有名なのがあるんですけど、まあ、その中でも言ってますけど、まあ、本当に好きなことを見つけなさいっていう感じで言ってます。で、そこに妥協するなとも言ってますね。で本当に好きなことなら結局何があってもやり続けられるんですよね。挫折に負けないんですよね。もう本当に、まあ、あれですね、好きこそものの上手なれですけど、まあ、そこが本当に大事なところですね。本当に好きかどうか、それに対してイエスと答えられるなら何も問題ないんじゃないですかね。次はもう少しテクニカルなことになるんですけど、まあ、環境整備についてです。まあ、続けやすい環境を整えるということですね。まあ、特に絵を描く環境ですね。まあ、環境整備もすごく大切です。で、案外できてない人が多いところですね。まあ、具体的には、まあ、絵を描く場所とか部屋、机や椅子、まあ、あと画材なんかですね、こういう環境を整えるっていうのが大切になります。ストレスがたまらない環境を自分で作るということですね。まあ、絵を描く作業って結構大変ですよね。まあ、長い時間、同じ姿勢で、まあ、ずっと集中して描いてるわけですからね。まあ、2、3時間絵を描き続けるなんて、まあ、ザラですしね。まあ、1日10時間以上描くこともありますよね。なので、絵以外のストレスはなるべく少なくしたいですね。まあ、
絵を描きやすい場所かどうか、集中できる部屋かどうか、まあ、例えば机なんかにしても、まあ、机を使う人もいればそうでない人もいると思うんですけど、まあ、大きさなんかはすごい重要ですよね。例えば小さい机で描いてると、まあ、そもそも絵のサイズによっては描きにくいですし、あと机にはまあいろんな画材だとか小物類、絵に使う小物類もいろいろ机に置くと思うんで、まあ、結構大きな机がいりますよね。絵を描きやすい机を用意するっていうのも大切ですよね。まあ、椅子なんかもすごく重要で、まあ、疲れにくい椅子かどうかはかなり重要ですね。やっぱ長時間座ってますからね、まあ、腰痛なんかにもかかってきますしね。あとはまあ部屋が散らかっていたりとか、まあ、なんか集中の邪魔になるものが近くにあるというのも良くないですよね。携帯が近くにあって通知が来たり、まあ、それ気散りますよね。まあ、そういうのはやっぱり良くないですよね。まあ、僕は絵を描くのにリズムをとても重要だと思っていて、リズムがいいと集中力が高まって、まあ、あんまり疲れずに乗って描けるんですよね。まあ、いわゆるゾーンに入るみたいな感じですけど、本当に集中力が研ぎ澄まされて、まあ、時間感覚もなくなって夢中になって描く感じですよね。まあ、絵を描いてる人の中にはそういう経験したことある人って多いと思うんですけど、まあ、僕にとってもすごく重要です、まあ、そういう感じで集中してやんないとなかなかいい絵を描けないと思ってます、でそのリズムに重要なのが、まあ、絵描いてて、まあ、すぐこれ欲しいってなった時に手の届くところにあるかどうかなんですよね。パッと手に取ってそれをすぐ使えるっていう感じですね。次これ、次このこれ、パッとやって描けると、まあ、リズムよく描けるんですけど、そういうのがちょっと取りにくいところにあるだけでだいぶリズムが悪くなります。で当然集中力に影響します。でそれはやっぱり環境なんですよね。その自分がやり集中しやすい環境っていうのをちゃんと整える。そうすることによってリズムが生まれて、まあ、それによっていい絵を描けるって感じですね。だから本当にそういう集中できる環境を整えるっていうのはすごく重要だと思います。ただできてない人が結構いるので、まあ、そこをちょっと見直してもらうといいと思います。環境整備はすごく重要です。あとまあ画材なんかもそうですよね。やっぱストレスの少ない画材がいいです、まあ、具体的には描きやすいとか、まあ、描いてても疲れにくいとか自分のイメージを表現しやすいとかそういう感じですよね。でその逆は当然ストレスになります。描きにくい、疲れる、イメージ通りに描けない、そういうストレスは少しずつ溜まっていくので、まあ、だんだんきつくなるんですよね、ずっと描いてるときつくなります、まあ、ボディーブローみたいに効いてくる感じですね。だんだんストレスが溜まっていくので、やっぱり継続が重要なので、継続ということを考えるならやはりストレスの少ないものを使った方がいいです、でやっぱり値段高いものの方がやっぱりいいもの多いですね。あとまあ作品を販売するなら画材の耐久性も大切なのでいいものを使うべきです。安物の画材を使って売れた作品がその後で変色とかしてしまうとクレームとか来るので、まあ、作品販売考えるならすごく重要です。ちゃんと耐久性のあるそれなりにいい画材を使うべきですね。安い画材はちょっと危険です。作品販売考えるならそこは気にした方がいいですという感じで、まあ、ストレスを少なくするっていうのはもう継続にとってはとても大切だと思います。で僕も絵をインスタグラムに投稿するようになって一番最初にしたことは椅子をいいものに変えたことです。つまりまず環境整備から始めたっていうところですね。まあ、環境すごく重要ですという感じです。それではまとめです。今回の動画では絵の収入化にとって最も大切な継続について話してきました。なぜ継続が大切かというと、継続さえできればほとんどの問題は解決するからです。
では絵の収入化において何を継続すべきかというと2つです。絵のクオリティを上げること、集客力を上げることです。まあ、人にもよりますが、この2つを絵で稼げるレベルにするにはある程度の時間がかかります。そこまで地道な努力をコツコツ継続する必要があります。で、結果の出方っていうのは一直線の右肩上がりではないです。ある程度のラインまではほとんど結果出ないです。停滞の時間が長いです。それがある地点から急に伸び始めます。そこからビジネスになっていくという感じです。そのことを知っているということが大切です。継続していくために必要なことは2つあります。それは絵を描くことが大好きだということと環境整備です。絵をビジネスとしてやっていく場合、うまくいかないことは必ず起きます。でも絵を描くことが大好きで、絵で稼ぎたいという思いが強ければ耐えられます。世の中で大成功している人たちというのは、失敗や挫折がなかった人たちではなく、挫折に負けなかった人たちです。失敗しても失敗しても立ち上がってきた人たちです。そういう人が大成功しています。環境整備はとても大切です。まず自分の仕事にとってストレスの少ない環境を整えましょう。それが多くの人にとって一番最初の仕事ですという感じです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。